称号をランクアップさせましょう。条件達成。報酬この条件も達成し、称号をランクアップさせるとまた強くなりましたね。さらに冒険に行きましょう。アルマ様、どうかレダ族の行く末に希望の光を。よかった、新居。待て！すごい、シルバー級の魔獣を倒すなんて。赤髪のエレシア人よ、誰が我々の聖地に来ることを許可したのだ。この方たちにそのようなことをおっしゃらないでください。彼らのおかげでここまでたどり着くことができたのです。オルガ、忘れたのか。遥か昔、アルマがどのようにこの世を去ったか、誰のせいでお主の両親が亡くなったのか。エレシアを恨んではいけない。彼らもアルマの民なのだから。母もアルマ様も同じ言葉を残したのです。オルハは王都の反対を押し切ると、レダ族の皆さん、ゼーメの。なんだ、祈りの泉で何かが起こったのか。わかりません。ですが、もしかして。まさか、はぐれ竜が戻ってきたのか。怖いわ、またレダ族の犠牲が出てしまうんじゃ。とにかく、外に。スキルシステムが解放され、戦闘の前にスキルをレベルアップさせるスキル、ここをタップして新しいスキルを獲得しました。今すぐ試しましょう。今村の何があったんだ。その私、姉様を探さなくちゃ。あれ、どこへ。そこでな。医者が見当たらない。村にもいなかった。もしお主の言葉が。族長たちが出かけていったようだ。もしかして医者は。はいずれにせよ魔獣の。この魔獣の大群、一体何が起きたんだ。赤髪の冒険家の先生。そこだ。しっかり。大丈夫ですか。これくらいの怪我は何でもない。それより、いや、これの力はかなわんのか。テイク。そこだ。くれ、ほら一戦。あの時オーダーさ、ダメだ。これぐらい。よく、私。あ、ここに。一つ目のアルマ様の声が聞く。大丈夫。アルマ。まさか、俺は。お
兄ちゃん、これぜひ受け取ってね。オルハの物語をこのステージをクリア、侵入をタップしましょう。このかすかな人力に頼るしかない。私は本当にレダ族の巫女として務めを果たすことができるのだろうか。ゲージが満タンになりました。エメラス剣の力を使ってみましょう。そこだ、永久に眠れ。ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。精霊たちの力を。巫女の人気周囲の矢によるか力、せっかく完全、やはり話オード、オルハ落ち着いして、おか、祈願すると豊富な得点が獲得できますよ。早速星空に向かって祈ってみましょう。本当に行ってしまうの？うん。これ、はい。称号をランクアップしてペットをゲットしましょう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 。メモリー 1-2 を見に行き、続けて早速見に行きましょう。禁断の地、ダメ、私にはできない。あの地には今でも。お母様、行かないで。オルハ、私、おかえ、オルハは目を開け、姉さん、あら、違う、医者、おじさん、鳥、姉さん、禁断、禁断、医者、医者が、もし、よ、オルハ、医者に何、医者なら昨日、禁断の地、しかし、医者がその地、おじさま、医者はおそらく、私、今から医者を探しに、待つのだ、禁断の知恵は、おじさま、私がやらなければならない、オルハ、ありがとうございます、おじさま。オルハは集落を離れ、そこだ、禁断の地はこの近くね。巫女の人力、それは私自身を召喚した。早く医者を探さないと。お願い、無事でいて。ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。永久に眠れ。オルハの目の前に入り口、ここね、いいじゃん、その、あの時、そう、
称号をランクアップしてペットをゲットしましょう。条件達成。条件達成。この条件も達成しましたね。クエスト完成。ペットを迎えに行きましょう。新たに獲得したペットを見てみましょう。はぐれ竜が現れたとこ。それにしてもこの石座、そんな、この牢族、レダ族が侵攻する。ミトス参道は非常に危険です。どの道具を使用しますか。これを試してみます。設定完了。回復アイテムの設定はこれからも忘れないでくださいね。妙だな、あの魔獣の群れ、石の周りを囲んでいるように見えるけど。この石、あれ、これは象形文字に。ここを見てごらん。でも ここに宝箱がこんやっぱりここに。こっちは運が悪かったかも。大丈夫、この程度なら二人で対処。つらく。しまいだ。ほら、くっ。ほら。くここが歴史を葬る場所。はるか古より。あ、それにしてもわかる。壁画に描かれた。へえ、俺以外赤毛のアドルに。そこのちょうどいい。この春場。待ってくれ、急にここで戦うだなんて。どうした、あんた。うわ、アドル、ここは。リバル、精霊たちの力を。邪魔だ。しまいだ。避けてみな。
敵を眠れ。ほら一戦俺の名はここ面倒